自宅のリビングで華麗なドリブルを披露する少年。お兄ちゃんにゴールを決められると、はい、ゴール、ほら、と悔しそうな表情を見せます。まるで足にボールが吸い付いているような見事なボールさばきを見せるこの動画、SNS で1300万回再生され、ダブルタッチうますぎ、マジで天才などと話題になっています。実際にスゴ技を確かめるため、井上部長が向かったのは岩手県の幼稚園です。あの子かな、こんにちはあなたが動画の子だね。こちらが動画で華麗なドリブルを披露していた鈴木ヒーロ君、4歳です。お母さんの車に乗って向かった先は盛岡市内にあるグラウンドです。ユニフォームに着替え、ヘアバンドをつけると、ヒーロ君はこの表情。なんか決めてないな。何やんの？サッカー。ヒーロ君は週に4回地元のサッカー教室を掛け持ちして練習を続けています。その腕前は上手。ボールがいつも足元にある。はい。本当にうまいね、この子は。あとちょっと。はい、ヒーロー1番。よっしゃ。全身で1番を喜ぶヒーロ君。そして試合になると、ヒーロ君得意のドリブルで相手を抜く巧みな体さばきだ。お、うまい。さあ、ナイス。4歳にして巧みな足技を見せるヒーロ君は、そのドリブルのうまさからリトルメッシとも呼ばれています。ボールを見ないでも扱えるっていうのがすごい上手だなというふうに思って、日本を代表するような選手になってほしいなというふうに思ってました。ドリブルうまいじゃん。1番っていつになって、2番じゃダメなの？1番。そうだよね。こんにちは。そんなヒーロ君の自宅に向かうと、リビングにはたくさんのボールが。家族でサッカーが大好きな鈴木家、ヒーロ君の動画を投稿する理由をお父さんに聞きました。パリ・サンジェルマンの試合を見に行ったことがありまして、メッシに抱っこしてもらえると思ってたみたいなんですよ。すごいもう悔しそうにしてて、そこを見て何もしてあげられない自分が悔しくて、もうひたすらあげまくって。ヒーロ君、はい、好きな選手教えて。はい、こっち見て、はい、好きな選手。メッシ。そうだよね、会いたい。そうだよね、まあちょっと会う力はないんだけど、おじさんには今やリトルメッシとも呼ばれるヒーロ君ですが、サッカー選手を目指すかはあくまでも本人の意思に任せるそうです。じゃあ好きな選手は誰だ？クリロナ。ありがとうございました。